初代モイン・ダンシャク・ウォルター・エドワード・ギネス初代、モイン・ダンシャク・ウォルター・エドワード・ギネスは、イギリスの政治家、貴族。1880年3月29日に、初代アイバー伯爵、エドワード・ギネスとその妻で三重指定にあたる、アデレードの間の三男として生まれる。ギネスの事業と、第二代、アイバー伯爵位を継承した、ルパート・ギネスは長兄である。ギネス家は、 ビール醸造会社、ギネスの創設者として知られる、アングロアイリッシュの財閥だった。イートン校を卒業後、帝国ヨーマンリー連隊の大員となり、1900年から1901年にかけて、第二次防和戦争に従軍した。1907年8月から1931年10月にかけて、ベリー・セント・エドマンズ選挙区から選出されて、統一党所属の庶民委員を務めた。 第一次世界大戦にサホークヨーマンリー連隊の中佐として従軍し、ガリポリの戦いやフランダースでの戦いに参戦し、3度にわたって主君者公式報告書に名前が載った。1922年から1923年にかけて陸軍省政務次官、1923年から1924年1月に、 かけてと1924年11月から1925年11月にかけて財政担当財務省政務次官1924年に数密顧問官に列した1925年から1929年にかけては農林水産大臣を務めた1932年1月に連合王国貴族社位、貿易乱社区に助され貴族院議員に列した 1941年から1942年にかけて植民地大臣と貴族院院内総務に就任。1942年から1944年にかけては中東大臣代理を務め、ついで1944年1月から11月にかけて中東大臣を務めたが、モイン,ランシ乱クはユダヤ人パレスチナ居住政権派とみなされていたため、 パレスチナのユダヤ人の反発を受けており、1944年11月6日に、大英帝国藩植民地エジプトにおいて、カイロからゲズイラ島にある自宅へ戻ろうとする途中に、ユダヤ人ゲリラ組織レヒのエリアフベトイコールズリと、エリアフハキムによって運転しもろとも拳銃で暗殺された。この事件はこれまで、シオニズム運動を講演してきた英国内で、 シオニズム運動への反発を高める結果となり、シオニズム運動にとって大きな打撃となった。1948年のイスラエル建国に際して、英国のイスラエルに対する態度が降下したのは、この暗殺事件が原因の一つと見られている。暗殺犯二人は間もなく逮捕され、翌1945年に公主刑に処された。彼らの遺体は1975年に、 イスラエルへ返還され、現在も英雄資されている。1932年1月21日に以下の借用新規にノブされた。1903年6月24日、スコットランド貴族の第14代和館伯爵シプリー・アースキンの娘イブリン・ヒルダ・スチュアート・アースキンと結婚。彼女との間に以下の3子を設けた。ありがとうございます。